まあ、元々絵とかが好きだったので、まあ、筆使ったりするのともそうですし、うまく塗れた時やっぱり気持ちよかったんで、色を合わせるのが一番難しいかなって感じがするんですけど、見本板にバッチリ合わせるのは確かに目指しているところなんですけど、やっぱり木目が違うと完全にはできないっていうところがあるので、どうやったら近づけるかと、全体的にそれを大きい家具で全体で見た時に、ああ統一感あるよねってなるように出すのが一番難しくて、まあ、大事にもしてるかなって思います。色上げうまくいった時も当然そうですけど、補修なんかもあるんですね。傷つけちゃってとかって、最初からやっぱり新品のものを塗るとできて当たり前というか、やっぱり向こうの方で傷つけちゃって、これ直しますかねって持ってきたものを新品ぐらいにして渡すと、ありがとうございますっていう声が戻ってくることが多いので、そういう時やっぱり嬉しいですね。スパッと行った時にゴミが一個二個残ってると、もうそれだけで目引くんですね。一個でも何かがあると分かっちゃうぐらい綺麗にしてるわけですね。だからその辺が高級感ですかね。同業の人が見て、あそこは塗装うめえなって思われるようにいつも心がけてますんで、職人なんで誰にも負けないぞという気持ちではやってますので、任せていただけたら